皆さん、本日もお仕事お疲れ様です。ジクタ和澤です。一日の終わりに世界の有名な詩をお届けします。最後にこの詩に対する感想をお話しできればと思います。本日はさようならをお届けします。さようなら、谷川俊太郎。僕、もう行かなきゃなんない。すぐ行かなきゃなんない。どこへ行くのかわからないけど、桜並木の下を通って、大通りを信号で渡って、いつも眺めてる山を目印に、一人で行かなきゃなんない。どうしてなのか知らないけど、お母さんごめんなさい。お父さんに優しくしてあげて。僕好き嫌い言わずに何でも食べる。本も今よりたくさん読むと思う。夜になったら星を見る。昼はいろんな人と話をする。そしてきっと一番好きなものを見つける。見つけたら大切にして死ぬまで生きる。だから遠くにいても寂しくないよ。僕、もう行かなきゃなんない。いかがでしたか？この詩は全寮制の厳しい学校に行く子供が書いたものだと思うと、また違った風に思います。それでは今夜夢の中でお会いしましょう。